実は戦争のことねすごく煽ってるみたいですけど、未来を決める女の子部屋には現実界の戦争の本はなく、実は戦術論があるかな、それと戦国時代のはもうなくて、さうち のオリジナルの島左近のオリジナルっていうか、まあ、うちがオリジナルとして書かなあかんだけど、島左近のね実は公開せなあかんから、それに関するうちの書いたものは、すでに書いたものはね、で現実の資料はねこの過去の部屋なんです、男の子部屋で、そのまあ要するに現実界の戦闘に関するものはですね、現実界のこんなかもしれない現実界の戦闘、まあこういうあの形もありますけどね、こういう現実界のね戦争に関する資料、結構集めたでしょ、まあ全部過去の部屋、過去次元の部屋に置いてあるので、こんなんとかね女の子部屋に置いてたら何か起きたでしょうけどね、こんなんとかね女の子部屋に置いてたら何か起きたでしょうけどね、置いてませんってねめっちゃ煽ってますけどね、世界大戦かなんて、もう実はもうこっちしかないですねよいしょ、行け、ちょっとだけあった。陸上のね、その陸軍、日本大日本帝国陸軍の戦闘機だけはこっち。海軍のは、陸軍もちょっともう変わるかな。海軍の戦闘機はこっちの、もう電気消しちゃったけど。でもちゃんとその、こういったものをね、勉強するのかなと思うもの。あ、でもほとんどなんかファンタジックなものが増えてきちゃいましたね。門倉直人先生のローズトゥーロードの続編がね、こっちに来てます。ずっとね、端っこだったんですけど、もう、毎日のようにね、うち、その、模様替えしてるでしょ？知らんやんけど、知らんでしょうけどね、毎日ちょっとずつ違うのに、ね、うちの模様替えはね、移動タリスマンって言ってるんですよ。